ジョージス・チーブンソン、ジョージス・チーブンソン、ジョージス・ティー・ヴンソン、1781年6月9日から1848年8月12日は、イングランドの土木技術者、機械技術者、蒸気機関車を使った公共鉄道の実用化に成功した。鉄道の父と呼ばれており、ビクトリア朝の人々には立身出世の代表例とされ、 自助論を提唱したサミュエル・スマイルズが特に彼の業績を称した。彼が採用した 1435mm という機関はスティーブンソン・ゲージとも呼ばれ、世界中の標準機となっている。入ッするアポンタインの 15km ほどにし、ノーサンバーランド州、ウィラムで生まれる。父ロバートと母、メーベルの間の二人目の子として生まれた。両親とも読み書きができなかった。 ロバートは、ウィラム炭鉱で機関オットをしていたが、非常に低賃金で、子供を学校に通わせることもできず、ジョージは、父の助手をしながら、技術を学んだ。17歳で、ニューバーンの炭鉱で機関オットとなった。18歳まで無学だったが、教育の価値を理解していたスチーブンソンは、働きながら夜間学校に通って、読み書きや算数を学んだ。1801年、 ブラックカラートン単行で縦鉱の巻き上げギアを制御する製造士として働き始める。1802年、フランシス・ヘンダーソンと結婚し、ニューカッスルの東にあるウィリントン・キーにっ越した。そこで製造士として働き、粗末な住宅の一室に住んでいた。収入の足しにするため、靴や時計の修理も行っていた。1803年、息子ロバートが生まれ、 翌年キリングワース近郊のウェストムアに引っ越し、キリングワース単行で生同士として働いた。娘も生まれたが、生後数週間で亡くなっている。そして1806年、妻フランシスが結核で衰弱死した。ジョージは、スコットランドで食を探すことを決意し、近所の女性に息子を託して、単身モントローズに出稼ぎに行った。数ヶ月後、父が、 炭鉱の事故で目が見えなくなったという知らせを受けて戻ってきた。結局ウェストムーアの元の家に戻り、未婚の姉エリノアがロバートの面倒を見るため同居することになった。1811年、キリングワースの別の炭鉱でポンプが故障し、スチーブンソンに修理が依頼された。その修理がうまくいったため、義士に昇進し、 キリングワース付近のすべての炭鉱の機械の面倒を見ることになった。そうして間もなく蒸気機関に精通するようになった。その頃の炭鉱では明かりとして炊いた火のせいでしばしば爆発が起きていた。1815年、スチーブンソンは爆発を起こさない安全なランプの実験を始めた。同じ頃、コーンウォール出身の著名な科学者、ハンフリー・デービーも 同じ問題の解決策を探していた。科学知識のないスチーブンソンは試行錯誤の末、小さな穴から空気を取り入れるランプを考案。二人の証人と共に、炭鉱内の可燃性ガスが出ている裂け目にそのランプを差し出して爆発が起きないことを実証した。その一ヶ月後に、デイビーが王立協会に自身の設計したランプ、デイビー等を示している。両者の設計は異なっており、 デイビー島は細かい網で囲われていたが、スチーブンソンの安全島はガラスで覆われていた。この発明で、デイビーは2000ポンドを受け取ったが、スチーブンソンは、デイビーのアイデアを盗んだと告発された。地元の委員会が調査し、スチーブンソンが独自に発明したことを証明したため、スチーブンソンは解放され、デイビーの受け取った2000ポンドの半分をスチーブンソンに渡すよう命じたが、デイビーと、 その支持者らはこれを拒否した。彼らはスチーブンソンのような無学の男がそのような発明ができるはずがないと主張した。1833年、庶民院の委員会が安全党の発明者としてスチーブンソンにも等しく権利があると裁定した。デイビーはそれ以前にスチーブンソンが彼のアイデアを盗んだと信じたまま亡くなっている。 スチーブンソンの安全灯は主に北東の地域で使われ、他の地域ではベイビー島が使われた。この経験からスチーブンソンはロンドンを拠点とする科学者への不信を抱くようになった。北東イングランドのタイン川流域の人々をジョーディと呼ぶのはスチーブンソンと関係があるとする説もある。スチーブンソンの安全灯はと呼ばれており、そこから をを使ううと呼ぶようになり、1866年には北東イングランドの人々全般をジョーディと呼ぶようになったという説である。1802年、リチャード・トレビシックが世界初の実動する蒸気機関車を発明した。なお、日本においてはしばしばスチーブンソンが蒸気機関車の発明者と記述されるが、トレビシックのペナダ連合が 世界初の蒸気機関車である。後にトレビシックはタイサイドの炭鉱主に招かれ蒸気機関を製作している。それを地元の人々が真似て独自の蒸気機関を設計した。ペナガ連合からジョージのブルヘル号までの間にも複数の技術者の手によって蒸気機関車が製作されているが、どの機関車もジョージのそれと比較して実用的であるとは言い難いものであった。 1814年、スチーブンソンは、キリングワースで、石炭輸送のための蒸気機関車を設計。ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘルというプロイセンの軍人の名を取って、ゴーと名付け、ウェストムーアの自宅裏の作業場で製作した。同年7月25日、初走行に成功している。時速 6.24km で坂を、上り30トンの石炭を運ぶことができた。 世界初の輪ブチ付きの車輪を採用しており、輪ブチ付き車輪と線路の接触部分の摩擦によってのみ、走行する。産業界は馬の代わり以上に活用できると称賛した。結局キリングワースでは16台の蒸気機関車を製作したとされているが、全16台の詳細は不明である。存在が特定されたものの多くはキリングワース炭鉱屋で使われていた。 1817年にはのために六輪の蒸気、機関車を製作したが、中鉄製の線路が破損することが分かり運行はすぐさま中止された。さらに、スコットランドの鉱山鉄道で使われたものもあり、1819年にスウンジ郊外の鉱山鉄道向けに製作したものがあるが、蒸気機関が不調だったことと、やはり線路に損傷を与えたため、すぐに使用中止となった。 蒸気機関車は非常に重く、木製の線路上を走らせるのは困難で、鉄製の線路は登場したばかりで、中鉄製の線路は強度に問題を抱えていた。とともに、中鉄製線路の強度を高める設計を研究し、ロシュラが経営する製鉄所で試作した。また、蒸気機関車側の工夫もいった。まず、蒸気圧をクッション側にするスティームスプリングを、 試したが、間もなく、車輪を増やして、荷重を分散させれば良いと気づいた。しかし、ストックトンガーリントン鉄道では、特許を取得した設計を採用せず、連鉄製線路のみを使っている。1820年、スチーブンソンは、ヘッドン炭鉱から、サンダーランドまで 13km の鉄道建設を、任された。下りの傾斜では重力を使い、上りの傾斜では、 蒸気機関車の力を使う鉄道となり、世界初の蓄力を全く使わない鉄道となった。1821年、ストックトンダーリントン鉄道建設に関する議員提出の法案が可決された。この全長約 40km の鉄道は、ビショップ・オークランド周辺の炭鉱群とストックトンオン、イーズのティーズ川まで結ぶもので、ダーリントンを経由している。当初は、 馬車鉄道で石炭を運ぶ計画だったが、実業家で、鉄道会社の社長となったがスチーブンソンと、愛計画変更に合意した。ピーズはスティーブンソンを招聘した。1821年、線路布設予定地を調査する際には18歳の息子、ロバートが助手を務めた。同年、鉄道建設が始まった。この新鉄道のための蒸気機関車が必要となった。そのために、 ピーズとスチーブンソンは入滑するに蒸気機関の製造会社ロバート・スチーブンソンカンパニーを共同で創業。息子ロバートが常務取締役として参加した。4人目のパートナーはのマイケル・ロングリッチである。初期の名刺では同社をエンジニアズ、ミルライツマシニスッツ、ブラスアイアン・フーンダースとしていた。1825年9月。 最初の蒸気機関車が完成。当初、アクティブと名付けられたが、間もなくと解消された。その後、ホープとディリジェンスとブラックダイヤモンドが続いた。1825年9月27日、S&DR が開通。スチーブンソンの運転するロコモーション号が80トンの石炭を牽引し2時間で1 5トルを走行し、 最高時速は3 9トルに達した。初の旅客用車両エクスペリメントも連結されており、主な関係者が初走行を楽しんだ。これが世界初の蒸気機関車を使った鉄道による旅客輸送である。この鉄道では、ベドリントン鉄工所のが作った電鉄製の線路を採用した。電鉄では、中鉄よりも長い線路を製造でき、 重い機関車を走行させても故障しにくかった。ウィリアム・ロシュは自社の中鉄製線路を使ってもらう約束をしていたと主張し、スチーブンソンと永遠に決別することになった。スチーブンソンは機関として 1435mm を採用し、これがイギリスだけでなく全世界の標準機となった。スチーブンソンは キリングワースでの実験で蒸気機関車の力が260分の1の勾配でも半分になってしまうことを確かめた。鉄道は可能な限り平坦に敷かれなければならないと結論付けた。およびリバプールマンチェスター鉄道の建設ではその知識を使い山を切り開き森土をし石製の高架橋をかけてなるべく平坦な線路にした。 当初予定していたルートでは反対派の地主のせいで測量が不完全となり結果として議会での法案の精査で厳しい追及を受けることになったその結果法案は否決されたその後改定案が可決されたがそのルートには底なしのデータン沼を横断するという難題が含まれていたスチーブンソンはそこに事実上線路を浮かべるという突飛な方法で対応したこれは 道路建設で沼地に道路を通す際にやったのと同じ方法で木の枝などを敷いて馬車で上を通って圧縮しその上に石を敷き詰めて基礎固めをした L&MR が完成に近づいた1829年そこで使用する蒸気機関車を競争で選ぶことが決まり同年10月にレインヒルトライアルが開催された参加規定は重量6トン未満で 全長9 7トルの線路を走破できることだった。スチーブンソンは息子のロバート・スチーブンソンと共同で設計、製作した煙突式ボイラー蒸気機関車ロケット号を参加し優勝した。ロバートは1824年から1827年まで南アメリカで働き、イギリスに戻ってからはジョージがリバプールで線路建設を監督する間、 ジョージ・スチーブンソンカンパーの機関車工場を経営していた。ロケット号の詳細な設計の大部分はロバートが言ったが、ジョージとは頻繁に連絡を取り合い、設計上の助言を受けている。最大の技術革新は、フランスの技術者マルクス・ガンが発明したを採用して、熱交換効率を向上させた点である。これには、L、L&MR の,の,の助言も影響している。 ロケット号は最高時速 40km で40トンの貨物を牽引できた。これで鉄道は不可欠のものとなった。同期はその後150年にわたって製造された蒸気機関車の基本設計をほぼ確立しており、その功績から今でも蒸気機関車の父として尊敬されている。1830年9月15日。 L&MR の開通式典が盛大に行われ、首相ウェリントン校をはじめとする政府や産業界の大物が多数出席した。その日は8編成の列車がリバプールから出発することから始まった。パレードを先導したのはスチーブンソンが運転する機関車で、後続には息子ロバートが運転する、フェニックス、兄弟のロバートが運転する、ノーススター、ジョシュノが運転する、 ロケット号があった。この日、リバプール選出の国会議員、ウィリアム・ハース・キッソンが、ロケット号に足を引かれ、死亡する事故が発生した。スチーブンソンは、重傷のハス・キッソンを列車で運んだが、病院に着いた時には死亡していた。そのような悲劇はあったが、この鉄道は、大成功を収めた。スチーブンソンは、有名になり、他の鉄道からも、主任技術者の地位を提供された。 1830年のリバプールマンチェスター鉄道の開通と同時にレインヒルに橋ができた。これは世界初の鉄道に斜めに交差する橋である。石橋の部分は上空から見ると平行四辺形になっている。このようなアーチは崩れやすいため強大を斜めに結ぶように石でアーチを組んでいる。そのように石を組むことで螺旋状の効果を発揮し、 橋台が斜めになっていることを補っている。この橋は2012年現在もレインヒル駅のそばにあり、その上を交通量の多い道路 A57 線が通っている。この橋はイギリスの歴史的建造物に指定されている。その後10年間は多くの鉄道事業者から引く手数ーでスチーブンソンにとって最も忙しい期間となった。アメリカからも 鉄道を建設しようとする人々が入荷するに、やってきて、スチーブンソから学び、実際アメリカで使われた最初の十数代の蒸気機関車は、スチーブンソンの会社から購入したものだった。後継者として、息子ロバート、助手だったジョセフ・ロック、さらには、イザムバード・キングダム・ブルネルといった技術者がなお、なし始めていた。スチーブンソンは、蒸気機関車の能力について、 後継の技術者よりも保守的な考え方で可能な限り平坦なルートを選ぼうとするため鉄道建設が高くつくことにつながった。例えばウェストコースト本線でジョセフロックはランカスターとカーライル間をシャップ経由の直線的とにしたがスチーブンソンはウルバーストンとホワイトヘブンを経由する海岸線に沿った長いルートを押していた。スチーブンソンはまたコスト計算や 事務手続きに無頓着なところが、スチーブンソンは、ジョセフ・ロックと共にで働き、それぞれ半分ずつルートを選定した。その結果、スチーブンソンの見積もりや統率力はロックよりも劣っていることが判明し、経営陣はスチーブンソンを解任した。そのため、ロックとは仲違いし、決して関係が修復されることはなかった。 こうしてスチーブンソンは仕事を失うこともあったが、それ以上に依頼が殺到し、仕事を選ばざるを得なかった。その後手掛けた鉄道としては、ダービーとリーズを結ぶ、ノルマントンとヨークを結ぶ、などがある。スチーブンソンは、最先端技術のアドバイザーというよりも、その名を使うだけで、安心感を与える存在となった。1847年の初代会長に就任。 その後は半ば引退し、ダービージャーで鉱山を経営した。で、トンネルを掘った際に、新たな石炭層を発見し、その採掘に財産の多くを投入した。若い頃、農夫の娘ベティハインドマーシュと恋仲になったが、娘の父が幸福というステータスの低さから結婚を認めなかった。次に恋をしたのは下宿していたヘンダーソン家のアンだが、拒否され、姉のフランシスに乗り換えた。 9歳年上。1802年11月28日、フランシスと結婚。ロバートとファニーという二人の子を設けたが、娘の方はすぐに亡くなった。妻も結核と見られる症状でその年に亡くなっている。ジョージはその後息子を近所に預けて、スコットランドに出稼ぎに行った。未婚の姉エリノアが息子の面倒を見るようになり、 ジョージがスコットランドから戻っても同居するようになった。1820年3月29日、裕福になったスチーブンソンは、初恋の人べィハインドマーシュと結婚。結婚生活は幸福だったと思われるが、子供はできず、妻は1845年に亡くなった。1848年1月、家政婦をしていたエレン・グレゴリーと3度目の結婚をした。 結婚の6ヶ月後の1848年8月12日、ダービーシャー州チェスターフィールドの自宅で、胸膜園により死去。二人目の妻の隣に埋葬された。イギリスは鉄道の分野では世界をリードし、それが産業革命への刺激ともなり、原材料や製品の輸送に役立った。スチーブンソンは蒸気機関車を発明したわけではなく、発明者は リチャード・トレビシックである。スチーブンソンのストックトンダーリントン鉄道や、リバプールマンチェスター鉄道での功績により、後の鉄道技師が活躍する道を開いた。例えば、息子のロバートや助手だった、イザムバード・キングダム・ブルネルがいる。スチーブンソンはまた、個々の鉄道が将来相互接続するだろうことを、よし、標準機の必要性に気づいていた。2002年、 英国放送協会は100名の最も偉大な英国人を選ぶ投票を行い、スチーブンソンは65位に選ばれた。ウィラムにあるジョージ・スチーブンソンの成果は博物館になっており、ナショナルトラストが運営している。ダービーシャアのチェスターフィールドにあるでは、スチーブンソンゆかりの品を展示している。例えば、まっすぐなキュウリを育てるために考案したガラス製の筒などがある。また、 博物館のすぐ近くにスチーブンソン記念ホールがあり、他にも周辺にスチーブンソンが最後に住んでいた家や墓があり、家の方はチェスターフィールドカレッジの一部として使われていい。リバプール時代に住んでいた建物には記念名板が設置されている。1990年から2003年にかけて用いられた五位にリスポンド紙幣に肖像が登場した。 ダラム大学のストックトンオンティーズにあるクイーンズキャンパスには2001年にジョージス・チーブンソン・カレッジが創設された。キリングワースにはスチーブンソンの名を冠した高校が同じく入ッするアポンタイン近郊のハウドにはスチーブンソンの名を冠した小学校がある。ノース・シールズにはがある。2005年10月28日、チェスター・フィールド駅に スチーブンソンのブロンズ像が建立された。除幕式ではロケット号の原寸大で実動するレプリカが披露された。入荷するアポンタインにも入荷する駅付近にスチーブンソン像がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。